小さい頃からお母さん、母親一人に育てられました。そしてお兄ちゃんがいてるんですけども、お兄ちゃんのお昼ご飯をね、作ったりとか、すごく兄弟助け合って生活していた頃のですね、お母さんがいなくて寂しい気持ちとか、なんで仕事ばっかりなんていう幼い気持ちなど、いろいろありましたが、そういう気持ち、昔の気持ちと、そして今、お母さんに伝えたい気持ちを書いた歌があります。メッセージというか。